AGSJ121C はフランスのレーシングチーム AGS が製作した最初のフォーミュラワンカー。クリスチャン・バンダープレーンとミシェル・コスタによって設計され、1986年の F1 世界選手権にこの年の国際 F3000 チャンピオンのイヴァン・カペリの手でスポット参戦した。AGS は1969年からモータースポーツでの活動を始めた。 ゴンファロンに拠点を構え、自動車修理店を元にしたチームは当初、フォーミュラフランスやフォーミュラルノーで活動する。1977年にはフォーミュラにヨーロッパ選手権に参戦した。参加したすべてのクラスで AGS はオリジナルの車両を開発し、それらの設計は1970年からすべてクリスチャン・バンダープレーンが担当している。 チーム創設者のアンディ・ジュリアンは1970年代後半からフォーミュラ1へのステップアップを構想していた。最初の試みは1979年でアラン・クーデールが改修したフォーミュラ2車両でオーロラ F1 シリーズに参加した。その後 F1 へステップアップするという構想は小休止したがアンディ・ジュリアンは1981年からルノーに対して何度か 技術サポート、特にターボエンジンの供給を打診した。ルノーはこの申し出を拒否したが、1985年をもって F1 へのワークス参戦を停止したため、AGS はそのスペアパーツの一部を引き継ぐこととなった。パーツの中にはカーボンファイバー製モノコックやサスペンション、ブレーキなどが含まれていた。しかしながら、AGS は ルノーエンジンを使用しなかった。ルノーの機械コンポーネントが1986年に始まるジュリアンの F1 プロジェクトの基礎を形成した。JH21C はチームオーナーのアンリ・ジュリアンが購入した1983年のルノー RE40 のモノコックをもとに製作された。バンダープレーンはこの材質を扱うのは初めてで。 彼が AGS で手掛けてきた車両はいずれもアルミニウム製のモノコックだった。JH21C は全体的にルノー製モノコックのデザインに対応していた。いくつかのソースでは AGS はルノー製モノコックをそのまま使用したとし、別のソースではバンダープレーンはモノコックを新造したとしている。リアサスペンションとギアボックスは ルノー RE60 のものである。エンジンに関して、AGS は当初ルノー製、ターボエンジンの供給を期待していた。ルノーは、利用可能なエンジンをリジェ、ロータス、ティレルに供給し、AGS の期待が叶うことはなかった。そのためバンダープレーンは、元売りモデル2製、V6 ターボエンジンを使用することにした。このエンジンは1985年に、 ミナルディに独占供給されており、AGS は最初で唯一の元売りモデルにのカスタマーであった。タイヤはピレリを装着、車体はメインスポンサーであるメキシコの靴、衣料品会社、エル・チャールのカラーである白で塗装された。JH21C は重量型で公式には 560kg と発表されたが、観客は実際の重量はそれ以上だったと推定した。 AGS は1986年に JH21C をもう一台制作した。当初の写真ナンバーは031であった。JH21C という社名は通常とは異なった命名方法によるものであった。AGS はゴンファロンで制作してきた車両に連続した番号を社名として付けており、番号の後のアルファベットは元のモデルが大幅に改良された場合に付けられた。 この命名法に従えば、JH21C という社名は特殊なものである。JH21 という車両は存在せず、JH21A や JH21 バイトも存在しない。2005年からフランスの自動車博物館に AGS JH21D という車両が展示されていた。その外装は JH21C のものであった。 JH-21D という車両がレースに参加したという記録は存在しない。文献によるとこの車はレプリカまたは修復した車両であるとする。考えられるのは1987年シーズン中にパスカル・ハブルが事故で破損した JH-22 の残されたバーツから再生されたものと考えられる。JH-21C は実戦前にポールリカールサーキットで ディディエ・ピローニによってテストされた。ピローニは1982年ドイツグランプリで骨折して以来の F1 カーのドライブであった。しかしながらピローニによるテストはこれ一度きりで実際のシートはカペリが獲得した。JH21C は1986年イタリアグランプリにデビューした。これはジョリークラブが イタリアのチームであり、ドライバーのイヴァン・カペリーもイタリア人であることが理由であった。カペリーは予選を25位で通過、決勝では31周後にパンクでリタイアしている。続くポルトガルグランプリでもカペリーは予選を通過したが、決勝では6周後にサスペンションの破損でリタイアした。シーズン残りのメキシコとオーストラリアは予算の問題で参戦しなかった。 AGS は、翌1987年に、フル参戦することとなるが、1986年から87年に、かけて、コスアース DFZ が準備され、JH21C に代わる新型の JH222 台が、製作された。JH21C は現在フランス、イルイコールエイコールビレ県ロエアックのマノワールド、ロトモビルに展示されている。ありがとうございます。